じゃあ参ります。続いての表彰はこちらです。元モーニング娘。リーダーの高橋愛さん。向かったのは高橋様の表彰理由の一つがあるという奈良市。あら、近づかしてくれてる。あ、早速ありました、高橋神社。ではここで地震の情報をお伝えします。先ほど緊急地震速報が宮城県、岩手県、福島県、そして今震度の情報が入りました。最大震度5強の揺れを観測しています。最大震度5強の揺れを観測しています。先ほど午前10時27分頃、東北地方で震度5強の揺れを観測しています。